おえー、とですねあの一般論を喋りますよ。<laughs> あの今年の秋まで、10月ぐらいまでにあの衆院議員選挙が行われている行われる予定なんですよね。まああのもうちょっと早くにその菅首相があの解散するわーっていうとまあ、ちょっと早くなるかもしれないですけど。であの某 なんかあの政治団体の人たちが NHK をぶっ倒すって言って裁判やって負けてでなんかあの知名度を上げたくてあの芸能人を訴えたら負けてっていうのでそのま,あまた選挙出るらしいんですけどなのであの6か月以内に何とか知名度を上げなきゃいけない人っていうのが売名するためにこう一生懸命頑張ってるみたいなんですけどあの残念ながら売名に乗る気はないのではい絡みません。 なので、もしあの選挙が終わって暇だったら反応するかもしれないですけどはい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。